よろしいですか。はい、おはようございます。本日は朝から官邸で閣議および閣僚懇、このほかに最終処分関係閣僚会議、2020年オリンピックパラリンピック東京大会等に関する閣僚会議がございました。いずれも私から発言をいたしておりますが、最終処分関係閣僚会議は経済産業省から、またオリンピックパラリンピック東京大会等に関する閣僚会議は文部科学省から、議事録等について発表があるかと存じます。そしてまずの冒頭、私の方から申し上げたいことでございますが、この度の御嶽山の噴火によりまして、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りし、ご遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げます。お一人お一人にたくさんのご家族ご親族がいらっしゃることと存じます。どんなにおつらい思いでいらっしゃるかと存じます。でまた被災されました皆様にもお見舞いを申し上げます。本日8時時点の情報によりますと、お亡くなりになった方が12名、心肺停止状態の方が24名、負傷者59名ということで、人的被害が確認されております。で依然として安否状況が、分からない方が多数いらっしゃる模様でございます。で消防といたしましては、現在自衛隊、警察などの関係機関と連携を図りながら、全力で救助活動に取り組んでおり、緊急消防援助隊と長野県内を中心に、約390名体制で活動をいたしております。でこれまで、消防ではヘリによる救助が2名、担架による救助が17名、救急搬送25名、合計44名の方を救助および搬送いたしました。で現場でございますが、極めて厳しい、活動環境であります。しかしながら今なお多くの行方不明の方が、山頂付近に取り残されている状況でございますので、各部隊の隊員の安全管理を十分に図りつつも、行方不明者の一刻も早い救助に向けて 全力で取り組んでまいります。それから、本日の閣議におきまして、私からは労働力調査結果および家計調査結果について報告をいたしました。その内容についてはすで、に統計局から、公表をさせていただいている資料の通りでございます。詳細につきましては統計局にご確認をいただきたいと思います。私から以上です。幹事社から一問お尋ねします。御嶽山の噴火災害の関連で、改めて当面の総務省の対応並びに被害を受けた地方自治体に対する財政支援について大臣のお考えをお聞かせください。はい、今もなおですね、多くの行方不明の方が山頂付近に取り残されている状況ですので、現在消防では緊急消防援助隊約230名、地元および長野県内の消防本部約150名、地元消防団約10名、合計約390名体制で活動を実施いたしております。で、現場の状況なんですけれども、登山道が、急峻であります上に火山灰などで足元が悪い、こういうことで、出動にまず支障を生ずる、状況もあるということ、さらに火山性ガスが発生した場合には緊急退避を余儀なくされている、こういった極めて厳しい活動環境でございます。しかしながら火山性ガス検知器などを活用し、それから各部隊の隊員の安全管理も図りながら、なんとか行方不明の方々の一刻も早い救助に向けて、全力で取り組みたいとこう考えております。で被害を、受けられました地方自治体への財政支援なんでございますけれども、今回の噴火によりまして、災害救助法の適用を受けました地方公共団体、
につきましてはですね、具体的には長野県の、大滝村と木曽町でございますが、当面の対応にかかる資金繰り、これを円滑に、するために普通交付税の繰り上げ交付について検討するように指示をいたしました。で、今後でございますけれども、総務省として、関係する、地方公共団体にどのような財政需要が生じているのか、発生するのか、よくお伺いをいたしまして、その財政運用に支障が生ずることがないように、取り組んでまいる所存でございます。幹事からは以上です。各社どうぞ。はい、どうぞ。日本テレビ氷室と申します。大臣からもお話がございましたけど、今朝発表された統計の2本、家計調査の方はなかなか収入もそれから消費の方も、消費税引き上げ後なかなか回復がしないという印象を受けました。それから完全失業率ですが、女性の数字が 0.5 という、47年ぶりの改善を示してますけれども、理由を統計局に伺いますと結構複雑なようでして、その辺の分析を伺えればと存じます。はい、まず家計調査の結果でございますが、8月分の2人以上の世帯の消費支出、前年同月に比べまして、実質 4.7% の、減少ですね、5ヶ月連続の、減少となっております。しかしながら減少幅につきましては、7月に比べて縮小しているかと思います。しかし今回はですね、やはりリフォームなどの設備修繕維持など含みます住居、それから天候不順の影響もあり、国内パック旅行などを含みます教養娯楽、それから飲料ですね、先般も申し上げましたけれども、やはり清涼飲料水などかなりの在庫を抱えております。飲料および外食を含む、食料などが、減少しているということです。で、ただ、季節調整値で前月からの動きを見ますと、前月比は実質 0.3% の減少ということですから、ほぼ、横ばいで、消費支出、住居を除くもので見ますと前月比実質 2.1% の増加です。これらを踏まえますと消費支出は、足元では横ばいと、こういう分析をいたしております。それから女性の、完全失業率が、下がったと、3.2% で前月比、マイナス 0.5 ポイント、平成8年8月以来18年ぶりの低い水準、ここだけ見ますと、いい数字なのかなと思うんですけれども、その女性の完全失業率が低下をした、要因につきましては、主に、女性の労働市場からの、体質に、よるものと承知をいたしております。おそらく、今年の夏ですね、天候要因もあったと思いますし、また、お子さんが夏休みの、期間中であったりとか、さまざまな要因があるかと推測いたします。統計だけの数字でございますので、それぞれの方の、事情については分かりませんけれども、この8月分については、新たな給食活動を、される方が減っているということでございます。ただ、完全失業率が下がっているということ、それからまた今朝ですね、厚生労働省からも、発表があったかと、思いますけれども、有効求人倍率、1.10 と、いうことでございます。地域によってかなり差はありますので、これから総務省といたしましては、まだ1に達してない、地域についてですね、新たな雇用も生まれていく、でその場で、その地域でそれぞれ生活をしていただける、そういった環境づくりに全力を挙げてまいりたいと思っております。ちなみに就業者は1年前に比べまして53万人増加し、うち女性は30万人の増加と
ということでございます。まあ、女性 の給食活動につきましては、まあ、また積極的な動きが出てくるのかどうか、まあ、このあたりも注視をしてまいります。はい、どうぞ。雑誌記者の中島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自動車関係税制の、はい、あり方検討会について、はい、そのヒアリングの団体の選定についてですね、大臣のご所見をお聞かせください。はい。まあ、テーマが違ったにもかかわらず、うん、二輪車の軽自動車増税についてですね、はい、見直しを求める意見を、各団体が表明して問題提起をしております。その中でも二輪車関係団体がですね、直接入っていないということがありますので、それを踏まえて、お尋ねしたいと思います。はい。まあ、車体課税の見直しにつきましては平成27年度の税制改正プロセスの中で具体化が図られるものでございます。ですから現段階では平成26年度の与党税制改正大綱の方針に従って、検討を進めると、まあ、しかし、まあ、その中で関係する、団体から十分にヒアリングを行う、まあ、こういった方向で、進めております。で、先般からもご質問もいただいておりましたし、まあ、私自身も、ヘビーなバイク乗りで、ございました。まあ、二輪車関係団体のご懸念の向きもよく分かりました。そういったお声があるということでございますので、ヒアリングの対象団体に、加えるように指示をいたしました。いいでしょうか。ありがとうございました。どうもお疲れ様でございました。ありがとうございます。